皆さんおはようございます。永井です。今日はね、管理釣り場やってきましたよ。大丹波川国際マス釣り場ね。あ、おはよう。カノン、おはよう。どうですか？何？どちらでやりますか？しよっかな。ここでいいや。はい、よし。じゃあほら、今放流してもらったから、ありがとうございます。ベスト持ってくるの忘れちゃって、仕掛けがないんだわ。だから仕方なく売店で買ったよね、これ糸とか。よし、じゃあちょうど放流の9時に間に合ったからやってみましょうかどうした？トイレ？トイレ？トイレあそこ。え？怖い？さっきの受付のとこにある。あのさっき受付お金払ったとこあるでしょ？あそこよりもうちょいあっちにある。そこ一番近いよね。どこ？何？トイレ？あ、あそこもトイレだよ。いいな。とりあえずトイレ行きましたんで。準備します。まず仕掛け作るとこから始まってるから、ね、できたよ。じゃああれやるか。ブドウ虫チャレンジ。はい、カノンさん、ブドウ虫の準備ができました。これを差し上げますんで。はい、 OK。 竿は台は設計 4.5、大昔の竿ですね。じゃあブドウ虫ください。一つ取ってください。え、いけるでしょ。前できたもんね。どうしたそれがないと釣りができないよ、ね、何めでてんの。これにね、これにつけたい、針に。お、掴んだ。はい、ちょうだい。はい、どうも。刺す？自分で。できない？これは。はい、できました。はい、いいですよ。はい、じゃあ持ってください、これ。これね。OK。じゃあ、カノン第1投いきますよ。今ここに放流してもらったから、どれぐらいかな、どれぐらいかな。じゃあそのままピョーンって。え、何何いいよ。川のね、真ん中近くまでピョーンって行けば、こう右手ポーンいって、まあ、いいんじゃない。でその目印が水につかないように一定の位置を保つようにやってればすぐ食うでしょ。食ってんじゃない。あ、バレた。もうちょい流れの方に入れてみようか。そう、いいよ。眩しくて見づらいな。あ、振ったんじゃない？ふい、あれ？おい、惜しいな。前は 5.6 メートルの差を使わしたけど、今日 4.5 だからね。軽くていいだろこれ。釣れたらじゃあ1匹目は網ですくってあげる。2匹目からは自分ですくってみましょう。引っ張られたか？あ、来たんじゃない？あ、来た。1匹目来た。おお、来たね。お、あげた。はい、はい、来ました。おめでとうございます。やったね。じゃあいいよ。よし、最初の一匹。おお、元気。入れてください、網に。
はい、じゃあそれ掴んで逃がさないように網の中に入れましょう。うん、うん、暴れるぜ、ニジマス。大丈夫その網の中に青い網も入れちゃおう。こう、こう、よし、それならいけるだろう。掴めない問題。いつまでも網に入れられない問題。あ、入った。オッケー、やりました。よし、じゃあやば、この辺に繋いどくからね。はい、じゃあ1匹目おめでとうございます。じゃあどんどんやりますか。何何撮影 NG 入ってますか。おお、2匹目いった。自分で救いましょう。さあ、どう救う。おお、入った入った。やったな。おお、あっという間に来ましたね。さあ、また網チャレンジだな。さあ、いけるか。あ、ちょっと待って、また飲んでるな、これ。あ、取れた。ラッキー、ほい。いけるか。おー、走った。尻尾から行った。これどんどん釣れるね、これね。やりますか。どんどん釣っちゃってください。なんか言えよ。どこだ、仕掛け。これだ。じゃあこのまま数匹釣ってもらえますか。まだ2匹釣ったところで、すでに当たりが遠のいているこちらのグラサンマスター。どうしました。あ、来た。あ、来た来た来た。お、いいサイズじゃない。でかい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 。よし、はい、網が下にあります。よし、いいサイズいいサイズ。抜くのか。救いに行ってもいいんだよ。網を置いてっちゃう。はいはいはい、入った。 OK。 はい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 、どうも。おお、大きいじゃん。いいんじゃないこれ。おい、さあ、針はどうなってるでしょうか。俺のグラサンはお前ぴったりだな、なんか。よし、じゃあ網入れましょう。じゃあカノンさん、パパさんにも一回釣らせてください。網は任した。つかさ、缶釣りもめちゃくちゃ値上がりしたよね。3,600円。レンタも飛び出るぐらいの値段だったぞ。今日は昼はちょっとバーベキューやろうかなと思っております。反射で見えづら。あ、来た。あー、バレちゃったよ。あの顔。バレましたね。もう一回いきますね。さっきから飲んじゃうからさ、早合わせしたい。ベストを忘れたってことは、もう仕掛けも糸も針外しも針も何もかもないんだ。だから売店で糸とか買ったし、今ここで作った仕掛けだし、ダメだ、早合わせも食わねえ。あれ、やべえ、カノンの方がうまい。もうちょっと待ってくれ。早く缶釣りなのに釣れないんですけど。食ってるよ、ピッ。バラス乗らないね。ねえ、ほら来た。
あ、やっと変わったよ。カノンさん来ました。はい、大きいです。はい、サンキュー。やったぜ。お名返上になった。お、いいサイズ。はい、はいよ。ちょっと待ってよ、魚と一緒にタニシがくっついてきたね。これまた後でハリス買ってこないとダメだな。おーおーおー、はい、どうぞ。お願いします。死んじゃうよ。よしよし、オッケー、入った。あー、よかったね、釣れて。俺じゃあ、あとはカノンさんに任せますからね。そこそこ釣った。うわ、まあまあいるね。もう一匹ちょっとひっくり返ってるけど、いいですね。 1,2,3,4,5,6。 まあこんなもんか。いや、カノンさん休憩してますもんね。その間に私が少しやりますか。もう結構釣れてきたんじゃない。でも魚めっちゃ見える。そりゃそうか、みんなあっちの、あっちに溜まってる。 4.5m 超使いやすいね。 100g よ、超絶軽いし。ちなみにね、糸1号だ。振った、振った、離した、振ってんのか。あーっと来たよね。おー、強い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 。くんですけど、あ、スレだ。あ、違うか、縁か。よし、ちっちゃかった。なんだなんだあの感じ。どこのお偉いさんだよ。よし、やっと今日初の飲まれなかった。なかなか珍しい感じに当たりが遠のいてきたな。ちょ、カノンさん、じゃああのバーベキューの準備しに車行ってくるから、ちょっと釣ってて。 OK。 なんか言えよ。お、粘りに粘ってようやく釣れたな。どこ行ってか分かんなかった。上気をつけてよ。よいし、よかったね。おお、行っちゃった行っちゃった。再放流すんなよ。あれ、なんだなんだよ。よいしょ、はい、いいサイズじゃない。おい、出た出た。 OK。 じゃあカノンさん、選択を与えます。このまま俺が火起こししてる間カノン釣ってるか、一緒に火起こすか、どうする。おい、火起こししてみますか。焚き火、焚き火じゃねえけど炭だけど。よし、 OK、 やろう。よし、行こう。よし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 、よし行こう。よし、はい、強制連行ですね。ここで、ここでやりますからね。で、炭持ってきたから、今炭を入れたんでね、新聞紙を着火剤にします。そこの、おい、そこのやる気あんのか。新聞紙ね、こうくしゃくしゃって丸めて。今日は管理釣り場だから、イージーなやり方でやるからね。北海道新聞、 JR 石北線の運行再開初日に網走方面行きの特急オホーツク1号。いいね。今日は簡単に作るために着火剤を用意しました。これもう垂らしとけばもうすぐだから。よし、これから火遊びさせちゃうからね。
それで火つけるの。じゃあどうぞこちらいらしてください。じゃあその着火マンでこの辺の新聞紙に着火してください。気をつけてくださいよ。グッと押し込んでください。もうちょっと横からこういう角度からの方がいいかな。つかないの。それ硬いからね、グッと押し込まないと。カチッて握力足りない問題。何してる。そうだろ。しっかり。マジかよ。それでほらちょっと明るすぎて見えないけど今火つきました。はい、こんな感じでとりあえず火を起こしていきますからね。魚に串を打つからね。はい、気長にお待ちします。じゃあお肉いきますね。ちょっと火力がまだいまいちだけどもしょうがない。あっちの小僧は寝てます。夜中3時に寝たんだった昨日。本当にこのクソガキが。とりあえず鶏肉の方が先に焼けたんで。お腹空いたね。お前ずっとグラサンかけてん。暑いな。グラサングラスちょうど。危ない危ない。台無しにするとこだった。危ねえ。これ超うまそうや。食べた。欲しいですか。うまそうだな。チキンのペッパーガーリックめっちゃうまそう。いやー背中から直射日光当たって熱いよ。いただきます。あこれうまっ。魚はちょっと時間かかるね。魚焼けたかな。うまそう。ホクホクやんけ。食べづらい。どう食べんの。あ、熱い。だいぶ揚げてからだいぶ時間経つけどそんなに熱いんか。焼けていますか。美味しいですか。これは良かった。まだこっちにもあるからね。どれ。いただきます。うっ。怖かって。あっ。やばいやばい。ちょっとこれ無理。おろしてないとダメだ。これ熱い。まあ、全然火燃えてないように見えてめっちゃ焼けてる。いい感じに食べてますね。結構それ大きいから結構ボリュームあるお腹いっぱいなんじゃない？あるな。俺もお腹いっぱいですもん。お肉いっぱい食べた。さっき放流されたけどまだ一回も釣りしてないからね。お昼も食べ終わったんで午後の部再開。お、来た？ない。なんだ。あ、餌ないよ。餌ない。何今食ったの？食って外れちゃったか。おい。行ってこい。よし。どうだ。糸どこだった。おお、釣ってんじゃんそっち。
なんだやろうとしたら。ほい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 。網あるか網。お、いいとこかかってんじゃん。ちょっと一回入れて。じゃあ次のミッション、針を外してみましょう。これは左手で魚持って右手で針を外した方がいい。あ、どこ、ちょっと、あ、もう外れてるか。外れてんじゃん。はい、OK です。めっちゃゆらゆら、いいやつ泳いでるよ。起きたんですけど、まぶしいまぶしい、逆光で何も見えない。はい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 、それ、あー、いいサイズだこれ。よしよし、あれなんだ、どうなってんだこれ。なんかわけわかんねえことになってんだこれ。あ、違う、よその人がかけた針がかかってたんだこれ。なんだよ、なんかカンツリなのにすんげえ引きなんだけど、これやばくね。さお、これ元気だけど、おーおー、強っ、すんごいぞ。抜こうと思ったけどなんか抜けない。よいしょ、来た。ああ、いや、でかいもんだって結構。さあ、救えるでしょうか。ようやくかけました。さあ、どうする。なんか随分竿長いな。竿じゃない、糸か。さあ、どうやって、どうやってタモ入れする。あれタモ捨てた。あ、直接、直接糸をね。まぶしい、逆光だなこれ。あれ、あれ、桜逃げた。ああ、もったいね。餌なくなって、はい、残念でした。じゃあもう時間がないんで終わりにしますね。後半戦これしか釣れなかった。どんぐらいいるんだ。うん、こんぐらいです。何やってんすか。今日は釣れて楽しかったですか。いっぱい釣れましたね、あなたね。カノンの方がたくさん釣ったな。塩焼きもやったし、帰りますか。というわけで親子で管理釣り場でした。またそのうち来ますか。はい、じゃあ今日はこれで帰ります。ありがとうございました。さよなら。